トルコ風呂とは、時期通りには、トルコ風の浴場という意味である。一般的には、中東の都市で見られる伝統的な公衆浴場である、ハンマームを指すことを意図する名詞とみなされる。ただし、日本では、かつて個室不特殊浴場の名称として、トルコ風呂の語が使われていた。しかし、1984年に、トルコ人留学生の抗議運動がきっかけになって、 ソープランドと解消され、それ以降日本ではトルコブロは政府属用語として用いられることはなくなった。ドミニク・アングルの作品トルコブロ、オリエンタリズムのイメージで描かれたトルコブロの例、中東圏の外にトルコブロの名で伝えられたハンマームは本来ごく一般的な伝統的な公衆浴場である。歴史的には 中東の伝統的な社会のあり方にのっとって男性社会から隔離され自由に外出することを制限されてきた女性たちが素顔をさらして集うことのできたハンマームは女性の社交の場として活用された経緯がありオスマン帝国時代にトルコの都市を訪れた西欧の旅行者たちは裕な階層から庶民に至るまで様々な羊の女性たちが ベールで顔を隠して浴場に赴く様をしばしば聞いた、驚きの目を持って外国に伝えた。こうしたイメージの電波はしかし、ハンマーム本来の社交的な機能とは裏腹に、ベールに包まれた女性たちが素顔をさらして集う様が、東洋の神秘的で、セクシャルなハーレムに対する幻想と、相まって、西欧社会にある、種の誤解をもたらすこととなった。西欧では、古くから、トルコ風呂は、 エキゾチシズムを感じさせるオリエンタリズムのイメージとしばしば結びつけられてきた。日本に初めて紹介されたトルコブロもこうしたオリエンタリズム的なイメージを持った西欧人のトルコブロである。中東では男性客には男性の赤すりしがつくのが原則であるが日本を含む外国に紹介されたトルコブロではしばしば男性に対しても 女性の赤すり詩が付けられるものと考えられていた。こうした男性に対しても女性が赤すりを行うトルコブロが日本で始まったのは1951年に銀座の東京温泉に設けられたのが始まりとされる。元はこの見知りが上海のトルコ風呂に着想を得て東京に持ち込んだとされる。定着していく過程で1966年に トルコ風呂が個室浮浴場として許可された。1964年東京オリンピック開催時、世界中からの観光客の手前、トルコ城によるサービス自粛など、当局の風紀取り締まりが強くなった事情に加え、赤線の廃止によって行き場を失った西風俗店と結びついたことで、西風俗店としてのトルコ風呂が発展していった。その後、 1984年12月19日に、公日の理由で、ソープランドと改名された。日本の隣国である韓国では、日本のトルコ風呂に感銘を受けた、韓国人が自国でも、同じようにこの種の性風俗店を誕生させ、と、キータンと名付けて広まっていった。松沢五一は、著書、エロスの原風景において、戦前の1940年頃、上海に、 日本人のトルコ風呂が存在したことを示し、定説に修正を迫っている。1960年代後半頃より、西風俗店としてのトルコ風呂は日本で広く通用する言葉になっていた。トルコ風呂はさらにしばしばトルコと略して呼ばれ、トルコという名詞から第一に連想されるものは中東にある国家よりもむしろ西風俗店であるかのような状況で日本に滞在する。 トルコ人の間では、祖国の名称や伝統文化が、性風俗産業と結びつけられて使用されていることに、対する憤慨を呼び起こしてきた。ただし、これは、トルコ共和国を含む、イスラム国家で、歴史的、伝統的にセックス産業が存在しなかったわけでは、ない。トルコ風ロ名称のハラム問題は、トルコと、性風俗が関係あるか否かではなく、本来性風俗文化とは、 無関係のトルコの浴場文化が、性風俗のイメージと混同されて用いられたことや、トルコが性風俗店の故障として使われたため、国名であるトルコが性風俗のイメージと結びつけられてしまうことにあった。1981年から1983年にかけて東京大学に留学していたトルコ人留学生、ヌスレット・サンジャクリも、 トルコ風呂の名称にショックを受けた一人である。トルコ共和国から再来日した1984年8月、当時の厚生大臣である渡辺光三へ、トルコ風呂の名称変更を直訴するなど、解明運動を行った。また、1983年まで、東京都新宿区に大使館という性風俗店があり、そこが日本電信電話公社の五十音、別電話帳に、 トルコ大使館と掲載されていたため、渋谷区に駐在している本物の中日トルコ、共和国大使館が抗議したこともある。この運動は、ジャーナリストの小池由り子の協力を得て、日本のマスコミにも大きく取り上げられた。その結果、同年10月に横浜市の特殊浴場協会がトルコ風呂の名称を用いないことを決定、愛知県と神戸市でも横浜に続いて、 トルコビロの名称が撤廃された。しかし、代わりとなる名称が決まらず、暫定的に、特殊浴場、特浴、油房などの名称が使われた。東京都特殊浴場協会は、新しい名称一般公募し、同年12月19日に赤坂プリンスホテルで会見を行い、新たな名称であるソープランドを発表した。2400通以上の募集があり、 最も多かった名称は、ロマンブロ、浮世ブロだった。このほか、コルト、ラブリーバス、オアシス、ロマンスブロ、ラブユなどの名称が提案された。以降、西風俗典を意味する、トルコブロ、トルコの故障は、公的に使われることがなくなり、発表済みの小説や漫画作品においては、文章やセリフの削除もしくは、ソープランド、ソープへの修正が行われた。しかし、 性的なイメージと離れたソープランドの名称に当初は反発する声もあった。これらの風俗店で性的なサービスに従事する女性を指す名前もトルコ城からソープ城、ソープレディに改められたが新しい名前は馴染みが薄いためにホステス、コンパニオンの名前が使われているところもある。タイでもかつては性サービスを行う店にトルコビロの名称が使われていた。 詳しい時期や経緯は不明ではあるが、マッサージパーラーという名称に変わっている。韓国では、日本とは異なりの名称が問題視されることがなく、長らくトルコブロの名称が存続した。ようやくこのことが問題視されるようになったのは、1990年代後半からのことである。韓国のトルコブロ名称問題では、トルコから、 政府レベルでの抗議をされ、1997年、韓国政府はトルコ政府の申し立てを受け、公衆衛生法施行令を改正し、の故障を公式に、に変更することにした。2011年現在でもトルコ風呂の名称が使用されており、ホテルの設備サービスに、ターキッシュバスと案内している事例が見られる。ありがとうございます。